白崎海岸。白崎海岸は、和歌山県日高組由良町にある海岸。付近は白崎海岸県立自然公園に指定され、日本の渚百選に選定されている。白い石灰岸で囲まれた白崎海洋公園を中心にダイビングスポット、海水浴場が多数あり、黒島周辺や由良港は、海釣りでも賑わう。毎年3月から7月頃には、 海猫の大群が飛来する。水仙の群生地であり、10万株以上の水仙が植わっており、白と黄色の可憐な花と甘い香りは、冬の白崎海岸に美しい景観を与えている。2009年4月読売新聞社主催の平成百景に選定された。この海岸は、日本国内では、珍しい石灰質の岩石が形作る海岸であり、その白亜色は、 独特の景観を与えているが、地質学的には、この海岸は、恐竜が出現したとされる、古生代後半のペルム紀に誕生したものと言われており、また、現日中からは、海よりや、防水中等、ペルム紀の海洋生物の化石が多数発見されている。ABCD、奇襲ロマンボリューム432012年冬、後破と解決。センター地学、ありがとうございます。